はい、柏しおり NHK をぶっ壊す。よいしょ、令和2年2020年4月の20日月曜日です。時間は19時45分であります。 NHK から組を守る党の大賀島信でございます。ということで、ですね、今日ね、まあ、本来はっていうか、本当はもっと前にね、あの届いてる土曜日だったかな、2日前の土曜日だったかなに着だったと思うんですけど、ちょっとね、いなくて、今日の午後2時から4時に荷物を届けてもらえるはずだったんですけど、どういうわけだか、19時に荷物が届きまして、よく分かんなかったんですけども指定した時間と全然違うじゃないかっていう話なんですけど、まあそれはいいとして、まあいいやなぜかね、14時から16時の指定したのに、なんでか分かんないけど19時に荷物が届くというね、謎な怪奇現象が起きたんですが、ね、はい、開封の儀でございます。このように、荷物が届いております。何でしょうか。アマゾンからということで、はい、届いております。で、先に言った方がいいのかな、いつもね、N 国党関連の、YouTube とか生配信にね、よく来ていただいて、もうたくさんたくさんスパチャしていただいている、白菜さんだと思われます。白菜と書いてあったんで白菜さん、ありがとうございます。無事届いております。受け取っております。ありがとうございます。早速ね、じゃ開封の儀をさせていただきたいというふうに思います。よいしょ。よいしょ。あ、なんだ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ。はい、準備できました。あ、準備できました。はい、じゃあ早速開けたいと思います。一体何が入ってるんでしょうか。せーの、オープン。なんだ、なんだ、なにこれ、なにこれ、あ、すごい、なにこれ、あ、すげえ、なにこれ、マッサージ、つかみもみマッサージャーだって。わ、すごい、あ、すごい、なにこれ、すごい、すごいっすね、すごいっすね、つかみもみマッサージャーですって、すごいっすね。あー、素敵ですね、素敵ですね、ナイスですね、ナイスですね、いいですね、素敵ですね、ナイスですね、いいですね、ナイスですね、ありがとうございますありがとうございます多分メッセージがあるのかな。はい、メッセージはどこか、あ、だ、ね、じゃあちょっとメッセージ読ませていただきたいというふうに思います。副党首就任おめでとうございます。腰が痛いと聞きました。少しでも楽になることを願って、白菜ということで、ありがとうございます。ありがとう、あれ、腰痛いって言いましたかね腰痛いって言いましたかね。まあ、あの、ちょっと、ね、慢性的というかな、あまり腰は良くない方なんですよ。で、先日もね、先日っていうか、いつだあれ、先月かな、今月、いつだったかな、まず、まあまあ、つい最近であるんですけどね、うちの原さんに施術していただいてっていう経緯もあってね、ちょっとあんまりね、なんか良くないらしいですわでも施術していただいてね、まあ、よかったんですけどもね。え、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。すいません、頂戴いたします。せっかくだからちょっと開けてみますかね。え、せっかくだから開けてみますか、せっかくですからね。え、こんな素敵なものをいただきましたので、ちょっとね、開けてみましょうかね。はい、頑固なコリを掴んでほぐすコードレスタイプのマッサージャー。へえ、コードレスなんだ。うちにはね、あれがあるんですよ。あ、やべ、コードがあって
コード付きのやつなんですけど、こう片側だけこう掴んでこうグッグッて揉んでいただいたりするようなハンドタイプのマッサージはあるんですけど、ありがとう。ちょっとどんな感じなんですかね。ちょっと。すごいなあ。こんなあるんだ今。へえ。すごいなあ。これ結構高いんでしょこれ。結構高いんでしょ。こういうのって。うわー申し訳ないですわもう本当。これなんだろう。まあ、ちょっとあのね充電コードかな。一応ねあのこんなんなんだろうなっていうのでちょっと動かしはしませんけども、こうかこんな感じだこんな感じなんだろうなっていうのをちょっと こういう感じでこうやるんでしょうねきっとねこんな感じなんだと思いますきっと。でこれで電源スイッチがあってここに電源スイッチがあってね、でこうやってこうとかやるんでしょうねきっとね。あのこの女性がこんな感じで使ってるんで、この女性がこんな感じで使ってるんで、きっとだからこういうこんな感じになると思いますわ。はい、こういう感じで使ってるとこういう感じで使ってるときっと僕もこれはっていう表情になると思いますわきっと。っていう表情になると思いますきっと。はい、ありがとうございます。ちょっと充電してね。使うか。どうしようかな。あのなんだっけ、あれでやってみようかな。あのなんだっけ、あれなんだっけ。サブチャンネル。サブチャンネルが出てこない言葉が。サブチャンネルでね、これを使い心地の様子というかどんな感じかっていうのをちょっと動画出そうかな久々にね。あ、ここにで電源があるんだこれね。なるほど。ありがとうございます、ありがとうございます。あのね、ぜひね、これでちょっとあのいろんなね、マッサージはもちろんあんなことやこんなこともできないかちょっと試してみたいと思います。なんだこれ、首だけなのかな、できんの。多分首だけなんでしょうねきっとね。確かに首凝ったりしますからね、首専用なのかな。あ、腰もいける。あ、腰もいけるんですね。だから腰も。あ、なるほど。ありがとうございます。腰もいけますね、これね。なるほど。あ、優しいわ。もうそういうね、心遣いが本当にありがたいです。ねえ。決してこれ安くないでしょう。マッサージ機ってね、決して安いもんじゃないですからね。ありがとうございます。本当に感謝します。首と腰ですね。首と腰をこう、やれるという。マッサージ機でありがとうございます。ありがとうございます。感謝申し上げます。まあちょっとね、なんかね、白菜さん噂によると、ちょっとなんか遠方の方だというふうに聞いておりますので、なかなかお会いすることができないかと、できないかもしれませんけども、ね、なんかきっかけで、あの、お会いすることができましたら、改めてその時にはね、ご挨拶をさせていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでね、ちょっと時間が間に合うかな。この動画のアップロードで間に合うかどうか分かりませんけども、一応ね、4月20日月曜日の20時半頃にですね、もういっか、もう多分終わってんな、まあ、一応ね、あの YouTube ライブ予定ですけども、まあはい、あのはい、まあもしね、あのテレコンになっちゃうかもしれませんけども、見たあのYouTube ライブ見る前にこの動画を見たんであれば、楽しみにしていただければと思いますし、見た後に YouTube ライブ見た後にこの動画を見たってあれば、まあ、感想をね
まあいいか、いらない。いらない、いや。とにかくね、ありがとうございました。白菜さん、大事に大切に使わせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。以上です。柏しおり、NHK をぶっ壊す。